八橋運動公園秋田市八橋運動公園球技場秋田市八橋運動公園球技場は秋田県秋田市の八橋運動公園内にあるサッカーやラグビーに使用される球技専用スタジアム。施設は秋田市が所有し秋田市教育委員会スポーツ振興課が運営管理を行っている。2014年に日本プロサッカーリーグに加盟した。 ブラウブリッツ秋田の本拠地として、2014年から2018年まで、大多数の主催試合を開催していた。2019年2月現在も、登録上の本拠地は引き続き当たりスタジアムのままで、あるが、同シーズンは隣接する秋田市、八橋運動公園陸上競技場で、同年度の主催以前試合を開催する予定のため、当スタジアムの使用予定はない。2014年、 秋田市に本店を置く地方銀行の秋田銀行が命名権を取得し同年9月1日から秋銀スタジアムの故障を用いている。なお、ブラウブリッツ秋田では将来的に第2球技場付近を含め数箇所に J1J に基準を充足することを念頭に置いた専用球技場を建設する予定があるが詳細についてはブラウブリッツ秋田スタジアム 練習場の項目を参照されたい。D フィールドと健康広場2014年8月19日、秋田市に本店を置く、地方銀行の秋田銀行が、秋田市厚橋運動公園球技場の命名権を取得し、秋田市とネーミングライツに関する契約を締結した。契約期間は2014年9月1日から2017年3月31日までの2年7ヶ月間で、 秋銀スタジアムの故障を用いる。また近接する第二球技場についても同時に命名権を募集し、秋田市のイベント企画会社、スペースプロジェクトと締結、スペースプロジェクトドリームフィールドの故障が使われることになった。こちらも契約期間は A スタと同時だが、年間契約金は72万円である。なお、秋田市の調べによると、 秋田県内の公営施設の命名権は初めてである。いずれも2017年4月1日から2020年3月31日までの3年間、年間契約金同額で更新されている。2020年4月1日から2023年3月31日までの3年間については、スペースプロジェクトドリームフィールドは同額で契約を更新したが、秋銀、スタジアムについては、 ブラウブリッツ秋田が本拠地を移動したことを理由に、秋田銀行側が契約を延長しない意向を示した。このため、契約金を220万円に引き下げて、公募を実施したところ、秋田銀行のみ応募があり、契約金を引き下げる形で更新されることになった。ありがとうございます。